はい、TDM850 の、紹介ですね。初期の一番最初の TDM です。最も話題を呼んだタイプですね。なんだっけ、パリダが出てたっけな、あの XT73 テネレかなんかのロード、行動モデルという、形でですね、登場した車体です。で、パラツインのエンジンを積んでます。エンジンかけて、まあ、こう吹かしてですね、こうなんか非常に滑らかなんですね。なんかパラツイン独特のですね、あのバカバカボコボコした感じを全く受けません。まあ、ヤマハ版アフリカツイン的なことを言われるんですけどね、アフリカツインに比べていい点があります。いくつかあります。まず値段が安いということ、それからあれですね、足つき製ですね。アフリカツインなんかまたがっちゃうと僕でも両足つきません。でもこれまあ、かかとべったりとまではいかないまでもですね、足つきますね。はい。で、私身長174ございます。足両方つきます。で、この個体に関しては非常に外装が綺麗です。両脇とも店頭の痕跡らしい痕跡がですね、見当たりません。まあ多少の傷はあることはあるんですけど、非常に外装が美しく保存されております。で、あとエンジンのかかりがとてもいいですね。エンジンのかかりがいいということはですね、あれです、内燃機関の圧縮状態が良好に保存されているという証明にもなります。で、ドノーマルですね。アンコ抜きとかされてたりする場合が多いんですけども、これはアンコ抜きされてないですね。とてもいいと思います。グラブバウンド取り外されてませんしね、これ非常に便利です。で、TDM というバイクはですね、オフロードバイクではないです。生粋のロードバイクですね。つまり、なんていうんですかね、まあ、まっすぐ走るのも、得意とするんですけども、多少うねうねとした道をですね、うまく、軽快にですね、使いこなす大型車として、登場したのがこのバイクでした。なので、非常に売れましたね。で、まあ、代替わりしつつ、まあ、コンセプトも一定のまま TDM というバイクはあり続けたわけなんですけども、うちも時々このタイプが入ります。このタイプだけですね。あとの2型以降はなかなか出てこない、状態が良くない、そして値段が高いということで入れられません。うん。で、ですね、そう、まあ、タンク大きくてですね、非常に頼もしい反面、バッテリー交換がしづらいんですね。まあ、GGR とかもそうなんですけども、確かこれタンクの下にバッテリー入ってたような気がします。だからタンク取らないとダメなんですね。で、前が2灯あります。2灯ありますね。で、ライトをですね、まあ、時々困ったことにですね、明るくしたくてハイワッテージに2個も入れちゃう人が時々います。そんなことするとですね、発電容量足りなくてバッテリー上がるんで、多少暗いかもしれないんですけども、純正の多分35とか入ってると思うんですけども、ちょっと暗めな電球ですね、我慢してください。はい。めっちゃ犬が鳴いてますね。大丈夫か、助けた方がいいでしょうか。はい。いや、しかし本当にお熱ございますね。はい。本当に暑いと思っていたらですね、ぜひバイクに乗って山野を駆け抜けましょう。漏れなくですね、虫がいっぱいビシビシこう、くっついてきてですね、爽やかなことこの上ないと思います。はい。爽やかじゃないですね。結局こうやって私は適当なこと言ってしまうんで、あるとあれですね、一定の方々から非常に嫌われるという側面を持ち合わせておりますけれども、はい。で、そうで、タイヤ結構残ってますね、前後とも。はい。で、納車価格はですね、車検付きの価格です。車検を取得して、ナンバーがついてお渡しという形です。で、あ、そうだ、2万円整備ですね、もやってます。バッテリー交換ですね、それからブレーキパッツと、
はこれは買えない方がいいですね。新品が入ってます。バッテリー新品交換にプラグ交換、油脂類交換、冷却水交換、それからブレーキフルードの交換を含めて、2万円整備としてお出しさせていただこうと思います。はい、ちょっと、このスペース限りがあるのですが走らせてみようかなと思います。よいしょ。大丈夫かな、私ちょっとね、本当クーラーの効かせすぎでですね、夏風を珍しく引いてしまいまして、今多少熱がございまして、平衡感覚が怪しいです。そんな平衡感覚が怪しい私でもなんとかこう取り回せるというものですから、平衡感覚が優れたあなたが乗れば、もっと美しい走りができると思うんですけども、いやーすげー怖え、なんかもう目が回るんですよ。うわー、なんかやったことないんですけど怪しい薬が決まったような感じがいたしますね。はい、よいしょ。よいしょ。よいしょ。全然走ってる動画にならない。ちょっと台数が最近多いんでね、自分家の駐車場でこうやってやってるんですけども、なかなかですね、大型車なんか通るときこれ泣いちゃいますね。もう展開できなくて。かといってナンバーもついてないんでどっか行くわけにもいかないですし。また武蔵村山市の風光明媚なところを巡る旅を再開したいんですけども、よいしょ。全然走ってる動画にならないね、これやめようやめよう。よっ、ただですね、エンジン始動してすぐこのようにですね、きちんと安定してくれるというのは、内燃機関がですね、とても良好な状態に保たれているということの証拠であります。非常にいい音ですね。で、変な煙も出てないです。私個人的には非常に良い状態なんじゃないかなと考えております。本当綺麗ですね。かけ根なしに、別に売りたいから言うわけじゃないんですけども、とても綺麗な状態で保存されてて好感度が高いと思います。はい、はい、というわけですね、とても状態良好で車検付きな TDM850 です。はい、もしお探しの方いらっしゃれば、納車価格でご案内いたしておりますので、どうぞこの機会ですね、よろしくお願いします。